えー、皆様、いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。えー、今回ですね、ちょっとうちには珍しくあのヘルメットがね、入ってまいりましたので、それのご案内でございます。 うちはですね、まあ、スポーツサイクル屋さんですよとかっていう話をしていながらもですね、あのこういう、えー、清く正しいヘルメットみたいなのもう他のショップさんでね、いっぱいやってらっしゃるし、まあ、通販なんかでもよく売られてますので、えー、どちらかというとね、あの頭を保護するものとしては、カスクとか、あの折りたためるヘルメットとかっていうちょっと絡め手の方ばっかりやってたんで、えー、この手のものはほとんど在庫することがなかったんですけども、えー、このね、3種類があのリマールからやってまいりました。 えー、その心はですね、まあ、それなりにそのお値打ちであるということで来てまして、えー、まあ、とりあえずね、あの、一つ一つちょっと紹介をしてみたいと思います。で、まずこれがあの、リマールの555というやつですね。で、まあ、一般的な、あの、ロード系のヘルメットデザイン、スポーツサイクルとして、まあ、典型的なものになると思います。えー、風通しもよく軽く、 でこんな感じでね、内側の方も、これで内張りでね、あの虫とかが頭に入ってこないような、えー、網もつけられてますし、えー、これですね、あごひも締めた時のストラップがベロンベロンにならないような工夫もされていますと。でここですね、ここをクリクリひねることで、えー、頭フィットさせられますよという、まあ、一般的なヘルメットに必要とされることに関しては、ほぼすべて備えていると思います。 ねこの555に関して言うと色がですね、こういうあのネオンイエローと白。 とえー、このの赤白コンビの3種類で着てますサイズはねちょっとまあ頭の小さい人には申し訳ないですけども、えー、と L サイズ57から62のみですね、えー、ちょっとこれ被っても大きいかなっていうような場合の人は、えー、うちのお客さんの場合はねあの競技に出る人ってほとんどいないと思いますので、えー、野球帽とかね自転車用の帽子とか、えー、髪の毛乱れたりするのを避けるために、まあ、インナーキャップって言われてるものをかぶって上からかぶせると、まあ、ちょうどいいんじゃないのということでちょっと大きめのサイズを選 でお次が、いわゆるこれが720という品番ですね、あのー。いわゆるダートジャンプ系とかね、言われてるような人たちがかぶるのを前提にしていると言われてる、えー、ヘルメットのデザインで、日本ではね、いまいちこれ、あのー、評価されないようで、いろんなところ、ショップさんとかでなかなか在庫されることがないだろうというので、あえて取ってみております。で、まあ、こんな感じですよ、内側は。 で、こう、クリックでカラカラ締めるっていうのを同じ。で、まあ、最終的にはね、あのー、その人の頭の形にもよりますから、一概には言えないんですけど、個人的には僕はこういうデザインが非常に好きで、えー、実際被ってみて、ああ、いいなっていうのもありますので、ちょっと一つ私物でも、えー、手配することにいたしました。で、なんでこのデザインのやつをうちであえて入れたかというとですね、えー、以前ロンドンに、あの、ブロンプトンの工場研修で連れてってもらったときに、向こうの人たちはなんかこういうデザインのヘルメットばっかりなんですよね。 えー、日本だとね、あの、さっきご紹介したの555みたいな、あんな感じのヘル、デザインのヘルメットしか、あの、売ってないイメージですけど、えー、実際ロンドンではもうこういうのを、あの、ストリートでは被るんだということで、この手のヘルメットを被ったブロンプトンライダーすごいたくさんいました。で、まあできればね、 あの、ロンドン的な、その、風を吹かしたいなという頭もありましたので、ちょっとこれを入れてみておる次第です。もちろん、あの、ヘルメットとしての機能には問題、全く問題ございませんので、えー、ね、おすすめなんじゃないかなというふうに思います。で、これ最後あの、007というやつですね。で、なんでこれがね、お前の店みたいなところにあるんだよというようなことをお考えになる方、多分たくさんいらっしゃると思います。これ本当にあの、レースに出ますとか、 いうような人がし、しかもこれ、タイムトライアルとか、いう時にに被るぜいぐらいなヘルメットになるんだろうと思うんですけども、えーと、なんでこれが来たかというとですね、まず単純にお値段がすごかったというので、ちょっと興味が湧いて入れてみたというのと、あのー、内側がですね、やっぱすごい風通しがを最優先にしたようなデザインになっているのと、あのー、なんていうんですかね、 えー、実測データとしてはそんなに軽くはないみたいなんですけども、被った時がですね、他のやつに比べると明らかにこう、軽快というか、あのー、なんか頭に感じる負荷がすごく少なくて、これはちょっといいなと、真面目に思いました。これ、ちょっと試しに入れてみた感じだったんですけども、あまりにいいので、私が一つ、えー、これも私物として使うことにいたしました。で、このデザインのヘルメットで折りたたみ自転車かよと、 という話にもなるんだろうと思いますけども、えー、ちょっとやってみたところですね、これね、野球帽みたいな、ちょっとツバの長い帽子を下から被かって、これ乗っけてあげると、割りかいデザイン的にはいいんじゃないのという感じになっておるので、ちょっと自分でも楽しみです。あと、ここですね、ここのストラップですね、この紐のところ、ここ真ん中のところがこう、メッシュというか、あの、網みになってるの分かりますでしょうか ま、それだけね、あの、風通しを良くして、あの、ベタつきを抑えましょうというような、あの、工夫がなされているヘルメットで、これはなかなか素晴らしいなと思います。で、お値段がですね、定価で2万6千円税抜きという、なんかものすごい、えー、高級品なんですけども、えー、お値段の方は、えっていうようなぐらいで、あのー、ご提案できていると思いますので、ぜひぜひお問い合わせをいただきたいと思います。 まあ今こんな感じでね、在庫がありますので、ぜひぜひお問い合わせをお待ちしております。で、555と007に関しては JCF シールもついてますので、もしね、レースに出たいというような人の場合は、何かと安心じゃないかなと思います。